2年ぶりの開催です日立スリーツアーズチャンピオンシップ2021。選手たちはファーストステージ午前中の戦いを終えまして、セカンドステージに臨んでいるという状況です。午前中の段階では女子ツアー、男子ツアー、シニアツアーの順番でした。黄色く塗られている選手が現在その組でトップに立っているという選手たちです。このままのスコアでいきますと想定ポイントというのが今出ていましたけれども、まあ、かなり大接戦の中でこの終盤を迎えていくということにどうやらなっていきそうです。男子ツアーの最終組は木下、金谷のペア、一つのボールを2人で交互に打っていきます。5番ホールはこのコース最長のパー5です。エッジまでまだ270ヤードほどありましたね。バンカーに捕まったという男子ツアーのボールです。この最終組は西郷と、そして東京オリンピック銀メダリストの稲見萌寧というペア、女子ツアーが3連続バーディーで5番ホールまでやってきました。さて放送席、お話は丸山茂樹プロです。シニアツアーが今打っていったところです。シニアの賞金王篠崎の一打でした。丸山さん、はい、3つの団体が出揃って、しかも賞金ランクトップの選手たちばかりですから ね、 そうですね、豪華なメンバー揃いました。まあ、そのシーズンを本当に素晴らしい成績を残して、ね、はい、ここに来てますから、もう楽しみですよね。そうですよね、はい、選手たちも本当にこの大会に出ることを楽しみにしていた、あるいは目標にしていたと。最近すごいらしいですね、出たかった大会の一つだったとこの稲見も話してくれました。さあ日本が世界に誇るショットメーカーです。稲見のセカンドショット、ピンまで240ありました。少しフォローどうでしょう。ちょっと当たりが薄かったようにも見えましたよね。ちょっと弾道が低かったですよね。少しヒールっぽかったんですかね。若干左足下がりだったんですよ。あ、なるほど。ただし右サイド、あとわずかというところまでボールを運んできています。現在の獲得ポイントでは女子がトップ、男子が2位、シニアが3位から追いかけるという状況です。小祝さくらが映ってきました。前回大会の MVP です。おお、6番パー5イーグルパット。そうですね、はい、方向は逆です。ですから風向きは逆になっていくという5番6番、一つ前の5番では惜しくもボギーだったこの女子ツアーですが、勝つ小祝で6番すぐに取り返しました。さあそれではこの日立スリーツアーズチャンピオンシップ今大会のルールをご紹介したいと思います。戦いは9ホールを1つの区切りとして2つのステージで争います。男子、シニア、女子、各チーム2人でペアを組み、それぞれ3組に分かれて競技を行います。現在行われているセカンドステージは各チーム2人が1つのボールを交互に打つ方式で行われています。各組ホールアウトした時点での順位に応じてご覧のようにポイントが与えられ、3組合計ポイントの最も多かったチームが優勝となります。1番ホールから9番ホールまでの、9ホールで争われているということで、ですから5番ホールですけれども、丸山さん、もう勝負どころにいよいよ入ってこようかという流れになってます ね、はい、そうですね。やはりこの5、6のパー5が続けてあるというのは、ここはね、はい、勝負の流れを大きく変えると思いますね、はい、その一つ目のパー5、金谷がバンカーショットです。素晴らしい、はい、ツアールーキーとして松山選手以来の賞金を獲得なるかという楽しみが広がっていった金谷ですけれども、惜しくも賞金王には届きませんでしたが、やっぱりそこはね、秀樹に追いついて、はい、同じことをしっかりと自分もね獲得して、なんかワールドランキング50位内に入りたいという気持ちも ね、 あったと思うんで、はい、そこはやはり
本人の一番大きな目標だったからね、悔し涙も流してましたよね、すごいですよね、これだけの好成績を残してそこで悔し涙を流す、もっと高みを目指してるということですよね。最近の子はすごいな、丸山さんもおそらくそうだったことで、僕だったらニッコニコ笑ってましたよ賞金王になりませんでしたけど、ワールドランクで49位に今入ってきたということで、ね、あの年末にそのまま50位以内の圏内であればマスターズへの出場も決まるという、ね、そこはぜひ行ってもらいたいですよね、はい、その金谷と木下、まあ、賞金王を獲得したのはチャン・キムでしたけれども、そのチャン・キムを最後まで脅かした2人のペアを組んでいます。そしてこちらは賞金女王の稲見萌寧、それから勝利こそなかったものの西郷真央という選手は2位が7回あったという、すごいですよね。昔あのトム・カイトって選手がね、はい、優勝しないで賞金王になったっていうこともありましたけど、もうそれに匹敵するような賞金ランク4位ですからね、すごいですよね、はい、西郷と稲見のペアです。そしてこちらはシニアツアーの最終組です。伊沢俊光第3打、少し下っていくアプローチですね。もうちょい、もうちょい、いい感じですね。なかなかシニアの選手も、はい、このスティンプメーターのね、この 11.11 と4分の1ですか、はい、このスピードはなかなかやらないから、意外と手こずるんじゃないですかね、やっぱり。男子ツアーですと、このくらいの数字、もう少し早いかなぐらい、ね、そうですね、シニアだとやっぱり 10.5 とかね、あっても11だと思うんで。なるほど。さて、第1組が映ってきました。男子ツアーの賞金王、チャン・キムのティーショットです。手が離れましたが、どうでしょうか。チャン・キムはやっぱり日本ツアーに慣れてきたせいか、はい、ミスすると多いって外国アメリカ人ですけれども、アメリカの方ってどういうふうにですか。青じゃないですか。あ、なるほど。赤ガーッ、ね、なんかありますよ ね、 ね、ツアーも11年目に入ったというチャン・キムです。木下がバーディーパットを沈めていきました。よかった、ダブルボギー打った後ですからね。稲見選手と同じ奥島コーチということで、その奥島コーチが今日はキャディーを務めています。ですからプライベートでもこの木下と稲見は親交があるようです。おー、そうなんですね、はい、昔はあんまりこう男子と女子の接点なかったんですけど、はい、今コーチがね一緒っていうので、意外とこう接点が多くなってきてるから、うん、若手はみんな仲いいみたいですね。そうですよね、はい、ですから賞金女王になった翌週に男子の最終戦がありましたので、木下に対して葉っぱをかけたようですけどね。なるほど。稲見選手が、さあ篠崎、この人はシニアツアーの賞金王です。バーディーパットを沈めていきました。同級生、はい、あ、丸山さんと丸山は同級生ですよ。あ、で伊沢選手が丸山さんの1学年、はい、そうです、2つ上なんですよね、はい、あの伊沢さん2つ上で、あ、はい、もう小学校6年生からの知り合いですから、昔はトップに立ってたんですけどね。そうですか。急に高校だったら先輩になっちゃいます。伊沢さん今こっそりと裏では特訓って言ってます。女子ツアーはお話いただいている間に4連続バーディーという形になりました、ね、5番です、はい、5連続のチャンスですよね。そうですね、稲見西郷ペアがこの最終組は気を吐いています。そして7番はチャン・キムがここのポジションにティーショットからですが、大槻のセカンド、あ、素晴らしいアプローチ。男子ツアー、シニアツアー、女子ツアー3団体での対抗戦です。最終組では賞金女王の稲見の活躍もあって女子ツアーがリードをしています。どの団体が制することになるでしょうか。年に一度の夢舞台、日立スリーツアーズチャンピオンシップです。3団体による対抗戦です。黄色く塗られている選手たちがその組でトップに立っているという状況をお伝えしています。一番右側にある想定ポイントというのは、このままのスコアでいくとこのようなポイント獲得になるという状況です。さて第2組、6番パー5、原恵梨香がセカンドショットです。残り230ヤードと出ましたが、ツアー切手の飛ばし屋、跳ねて登って素晴らしい。
で止まりました。そして今度は西村が奥からイーグルパットを打っていくという女子ツアーの第2組です。第1組チャン・キムパーパット。この組はシニアツアーが4オーバーと6番で9というスコアだったんですね。ただ男子と女子の差は1ストローク差、一打を男子が追いかけていくという7番です。木下稜介映ってきました。最終組です。風が結構アゲンストですね。左サイドと右サイドに池があって、丸山さん、その間のフェアウェイ狙いなんでしょうか。左サイド、あでもよかった。そうですね、今日は本当はね、風がなければこの木の方向をしっかりみんな越えてくるとは思うんですけど、はい、今日は少し右サイドからね、攻めないといけないですね。これあのですから村口さん、林が左側にせり出してますし、ちょっと男子と女子で攻め方の考え方も変わってくるかもしれないですね。はい、ただやっぱり風が本当にちょっと強いので、少し安全に右サイドからだと思いますね。この方向だと稲見選手だとバンカー方向の方に狙うのかな。正面のバンカーまでですと235ヤードから245ヤードほどで入るというところですが、うん、稲見のティーショットからフェードかな。フェードが持ち味ですね。この持ち球にこだわりがあるという、左から右へとボールが流れていく、そのボールが稲見の持ち球です。そして次が西郷のショットになります。さて今大会こうして有観客で行われるということで、まあ、子どもたちも大勢詰めかけています。カメラを向けた先でスタートセレモニーというのが丸山さんねありまして、はい、特設ステージは盛り上がりを見せました。なんかいろんなことやらされてます、はい、ただやっぱり女子ツアーへの応援がちょっと多かったような感じでしたけどね。そこは言っちゃいけませんね。目玉左ですよ。男子ツアーはだからこそ勝ちたいんですというような話もしてましたが、ね、しょうがないですよこれは。さあ稲見と西郷2人が会話を楽しみながら、そしてしかし真剣勝負に臨んでいます。日立スリーツアーズチャンピオンシップ2021、夢の共演が2年ぶりに帰ってきました。戦いの舞台は今年から千葉県成田市の大栄カントリークラブです。9ホールを1つのステージとして争われるこの大会、全長は男子ツアーが3714ヤード、シニアツアーが3465ヤード、女子ツアーが3214ヤード、パー37です。放送席の解説は丸山茂樹プロ、ラウンド解説は村口文子プロ、リポートは森下圭吉アナウンサーです。6番パー5のセカンド地点にやってきています。西郷と稲見の背中が映っています。そのグリーン上ですが、第2組は原恵梨香がこのポジションに乗せて、今度は西村が打っていくイーグルパット。決めればこの段階で男子とシニアを捉えるという一打でしたが、今のねストロークからすると上りのパットなんでしょうから、はい、しっかりね浅く読んで打ったんでしょうね。原恵梨香、西村優菜ペアはこの6番バーディー、5番6番パー5で連続バーディーです。ちょうどグリーンが空くところを待っているところです。ここから村口さん、どのくらいの距離になりますか。ピンまで217ヤードの上りですね。少しつま先上がり、4番アイアン持ってます。風はアゲインストですか。はい、今ちょっと落ち着いてますかね。伸ばしていきたいパー5です。特にこの6番は5番に比べて距離としては短いパー5なだけに、取っていきたいホールです。さあ男子ツアーです。金谷が打っていきます。
ピンまで213ヤードラップで少しつま先上がりですね、4アイアン持ちました。今ちょっと右からの風が吹いてきましたね、アゲンストです。これぞ男子という一打を見せてくれました。イーグルチャンスです。さあ今の一打を見た後打っていく、今度は女子ツアーの最後、209ヤード5番と持ちました。この人もシーズンのパーオン率は第3位、ショットメーカーです。しかし同じぐらいの距離ですけれども、持つクラブも攻め方も丸山さん全く違うというのはね、まあね、それはね、はい、しょうがないですよね、違うのは。まあ今大会ならではの光景ですけれども、金谷としては相当な意地もあるでしょうね。そりゃそうでしょうね、はい、代わって第1組8番ホールです。勝みなみがこれからセカンドショットです。このバーディーチャンスにつけました。今第1組では女子ツアーが1打差男子をリードしていますから、8番で取ると大きいというバーディーチャンスにつけました。男子ツアー金谷も見事なショットを見せれば、西郷もパー5で2オン成功。素晴らしい戦いが続いています。黄色く塗られている選手たちがその組でトップに立っているという状況です。さあ今稲見の様子が映っていきましたが、東京オリンピック、まあ、プレーオフリディア湖で戦って勝って銀メダルという日本中を沸かせたこの夏のオリンピックでした。そして、まあ、丸山さん、このオリンピックを経て、はい、大きな重圧もあったかと思いますが、見事に賞金女王まで駆け上がっていきましたからね。しかしこの最後の方の戦いはすごかったですよね、稲見選手との、はい、古江彩佳選手ですね、はい、あれはちょっとこう久しぶりに 見応えがあったというかね、はい、あのいい賞金女王争いだったかなと思いますよね。最終戦の最終日までもつれた女王争い、まあ、制したその時の稲見選手がインタビューで大粒の涙を流していましたし、やっぱり相当な重圧だったんだということをね、感じましたけれどもね。意外とコメントはなんていうかな、フォーカーフェイスコメントですけど、はい、あの撮ると感情がねしっかりと出ますよね、心の中に秘めてるのが大きいんでしょうね。そうでしょうね、はい、まあ、村口さん、本当にシーズン通して近くで見られたかと思いますが、稲見選手の今シーズンというのはどんな風に見てたんですか？やっぱり鼻先から の勝ち方っていうのも素晴らしかったですよね。やっぱりパッティングが本当調子いい、ショットはもうほとんどもうグリーン外さないんですけども、パッティングが良かったですよね。そして今篠崎のイーグルパットです。いい感じ、いいですね、なんかやっぱ調子良さそうですよね。髪型もずっと変わんないし、あ、まあ、どうでもいい話なんですけど千葉県にある北八ゴルフガーデンというゴルフ練習場でジュニアレッスン会の講師を篠崎選手はしていたということで、うん、そのジュニアレッスン会に稲見選手であり西郷選手が、あ、そうなんですか、実は、はい、通っていたということなんです、ね、まさか俺が教えたなんて言ってないでしょうね。いやいや、だから一緒に高校生の時に稲見選手と回りましょうなんて言ってショートコース回ったら負けたんだよって笑いながら話してくれましたけれども、まあ、あると思います女子はうまいねというふうにね試合前にシニアの賞金王の篠崎選手は話してましたが、まあ、ですから稲見選手と西郷選手はジュニア時代というか、まあ本当に小学生とか中学生時代は一緒にゴルフ練習場で育ったっていうようなね、なるほど、間柄だということです。それにしてもシーズン9勝というのは本当に見事な成績を残しました。
記録はいくつぐらいなんですか。年2シーズンの統合だったの、2年の統合だったので年間での記録というのは不動優里選手が10勝を挙げたっていう。ただこの1年だけでも稲見選手は8勝を挙げましたので、なるほど、はい、歴代年間2位の記録をマークしたということにもなります。その稲見のイーグルパット5、ちょっとラインと違いましたね。今のかなり登ってるんですかね。そうですね、ちょうどあのボールのところに段がかかってましたね、上りの。変わって第2組です。シニアの井戸木がこれからティーショットです。この組は接戦です。来ました、さすがでした。長いものを持てば持つほど上手くなるってね、すごいですよね。素晴らしい一打を見せました。男子ツアーは木下イーグルパット決めたい距離だが、これ決めたかったな。この組では現在3位の男子ツアー、天を仰いだ木下のイーグルパット、今のはちょっとね入れたい一打でしたよね。男子ツアーとしては悔しいバーディーとなりました6番です。残り3ホール、女子ツアーとの差は3ストローク。ただここで決めればまた4ストロークに開くという西郷真央のバーディーパットです。少しフックですね、ラインは。これでですから5連続バーディーという、稲見西郷のペアです。5連続バーディーがすごいですね、いや噛み合ってます。そしてこちらは小祝、勝みなみと同じ1998年度生まれの黄金世代ペアです。おっと、このバーディーパットくるりと1回転。まあ、勝選手がその世代で15歳で初めて勝って、何か女子ゴルフ界の、ね、新時代到来を告げるような、そこから一気にこうガーッと流れが変わっていったような。そうですね、はい、この世代には畑岡選手であり渋野選手もいるという、女子ゴルフの今の世代時代を象徴するような2人です。日立スリーツアーズチャンピオンシップ2021を見事制覇したチームには賞金3000万円と優勝トロフィーが贈られます。また大会の MVP に選ばれた選手には日立グループより MVP トロフィーが、さらに副賞として日立ロボットクリーナーミニマル RV-X10J が贈られます。本大会は For Child Charity を大会テーマに掲げ、チャリティー活動に主眼を置き、難病を抱える子どもたちや家庭環境に恵まれない子どもたち、ジュニアゴルファーの育成のために支援を行っております。さらに東日本大震災および熊本地震によって被災された方々への支援も行っております。大会会場では選手提供によるチャリティー抽選会やジュニアゴルファーを対象としたインサイドロープツアーが行われています。5連続バーディーで迎える7番のパー3ですが、本当に村口さんすごいゴルフを見せてますね。本当ですね、もうね息が合ってますよね。で、あの稲見選手と西郷選手ずっともうね歩きながら仲良く話してるんですよ。あ、だからそういったところもいいんじゃないかと思いますね。いいリズムが生まれているようです。シニアツアー田村のもうバーディーパット入らず、なんかちょっとこう決めきれなかったというか、はい、ラインがなんか不安だったんじゃないですか、あの球のスピードですとなんかこう迷いがある感じがしますよね。
さあ第1組最終9番ホールに入りましたチャン・キムドライバーですが、289ヤードのパー4、ワンオン狙い。甘っちゃってるんじゃないですか。どうか、捉えた。軽くで十分ですもんね、余裕を持ってワンオン成功、チャン・キムです。そして7番最終組、金谷がティーショットです。若干左からのフォローですね。ここはもう女子が男子に対してでいくと4ストロークのリードを持っていますから、男子としては追い上げていかなければなりません。そうですね、もうピンしか見ちゃいけない状況ですよね、はい、そうですね、まあ、各組ごとの順位に応じて得点が与えられます。ですから他の組のスコアにたとえ大差で負けていたとしても、その組でトップであればチームに貢献するという形になります。ご覧のように黄色く塗られている選手がその組でトップに立っている選手、一番右側に書かれている想定ポイントというのは、このままのスコアでいくならばこうしたポイントになるという表記です。ですからこのままいけば女子ツアーが連覇達成、4年ぶり優勝を狙う男子の逆転はどうか、3年ぶりの制覇を狙うシニアツアー最終組、伊沢のティーショットです。5番アイアンですかね。来ました。先ほどまでの菊池恵梨香選手がついてて、はい、伊沢選手って本当すごいですね。来ました。7人の選手がエントリーをしていて、まあ、プレーをしているのは6人の選手ですけれども、そのうち残りの1人はね、こうしてツアーを見守ると。菊池恵梨香選手は多分午前中に相当素晴らしいプレーをしてチームに貢献もしました。なるほど、はい。まあ、そうした他のツアーのトッププロのプレーを見ながら真剣勝負を行うという年に一度の機会でもあるわけです。西郷真央ティーショットです。やばい、右ですか。我慢の声。そんなに長くないですね。そうですね、それでもやっぱりグリーンの右サイドを捉えています。バレな、緊張した。だいぶでいいです。余裕を持ったリードを保ちながらの第3組の最後、そして稲見萌寧のプレーです。ごめんというような掛け声をかけた様子が映し出されました。女子ツアーこのまま行けば連覇達成という状況で、いよいよ終盤3ホールへと入っていきます。最終組の6人の選手たちが7番ホールパー3のグリーン上までやってきています。一番右側の想定ポイントというのが、このままのスコアでいくとというポイントです。逃げ切るでしょうか女子ツアー。この1年大きな話題をさらっていった稲見萌寧の、まあ、今年最後の戦いです。賞金女王として臨む最初の戦いでもあるというこの3ツアーズ。木下がこれからバーディーパットを打っていきます。少し下りのスライスラインですね。村口さん、木下と稲見は同じコーチで同門ですし、それから篠崎選手と稲見はね、あの小さな頃一緒にジュニアレッスン会で指導したなんていう話もありますし、そのあたりの会話だとかどうでしょうか、回っていて。あ、楽しそうに話してますよ。前の組とが詰まってる時とかは、はい、はい、楽しそうにプレーしてますね。やりやすいんじゃないですかね。そういう雰囲気っていうのは丸山さんあるかもしれませんね。それありますよね。まあ、もちろんコーチが一緒ですから、はい、普段の、ね、会話もたくさんあるでしょうし、うん、まあ、普段から接点があるわけですから ね、はい。まあ、それにしても5連続バーディーという強さを見せている女子ツアーですが、
まあ、一つのボールを2人で交互に打っていくオルタネート方式というのは丸山さんも大いに経験があるかと思いますが、そうですね、まあ、やはりこの方式は一番難しいですから、はい、相手との息がぴったり合わないと、やっぱりうまくいかないんで、この5連続バーディーってなかなか出ないですよね。はい、2番ホールで西郷選手がセカンドショットを5メートル奥につけたんですよ、はい、その時にすみませんって言って、でもそれを稲見選手を決めたんですよ。でやっぱり流れをつかみましたね。すいませんって言い合ってるとだん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 そのすいませんがもうどん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 嫌になってきちゃうんですよ。いやまた迷惑かけちゃうみたいなね。はい、ここも西郷が先ほどというようなね、やばいというような表現をしてましたが、そうそうそう、いやいやあのぐらいね気にしちゃダメです。こういうのを稲見が取ってくるとまたというところではありますが、6連続はなりませんでした。最後のパーパットです。まあ、このシニアツアーでこのホールチャンスにつけた伊沢選手と丸山さんは2002年にね、はい、ワールドカップ、まあ、2人で回って45年ぶり日本に優勝をもたらしたというようなね、はい、あれは本当に僕の優勝の中でも一番嬉しいですよね。やっぱなかなかこのあのハーモニーで、はい、こうバッとこう重なり合って優勝できるってそうないので、僕ら高校生、僕は高校生の時も一緒に組んであの日本のダブルスに勝ったんですけども、はい、まあ、その時とはね訳が違うぐらい嬉しかったですよね。その伊沢選手は最終組でプレー中、そしてこちらは男子ツアー第1組チャン・キムパー4ワンオン成功、大槻イーグルパット。これでこの段階で女子ツアーに追いついてみせました。どうなんだろう。いや9番にはですからこれがあるんですね、丸山さん、このホール。でも女子チームのティーショットはどうだったんでしょうかね。そうなんですよね、ちょっと状況が分かりませんが、はい、さて、まあ、その伊沢俊光ティーショット見事にここに置いて篠崎のりお、シニアツアーの賞金王がバーディーパット沈めました。まだまだ食らいついていってますね、はい、女子と2ストローク差、まあ、9番にはイーグルもあります。女子ツアーの勝みなみですが、これが何パットかですが、バーディーパットですかね。バーディーパットです。これが大きいんだ、大きな位置だ。ああと、いやここまでずっと第1組トップを譲ることのなかった女子ツアー、最後に9番パー、男子ツアーがイーグル、結果的に3アンダーで得点を分け合うという形になりました、うん、この最後のあのイーグルで分け合ったのがどういくかですね。そうですね、はい、まあ、6点4点2点だったところが5点5点2点になるということですね、うん、変わって去年のシニアツアーの賞金王です、寺西彰。シニアツアーの第1組は6番パー5でちょっと池に入れてトラブルがあって9、この段階でシニアツアーの優勝はなくなったということにもなりましたが、ただこれで第1組男子と女子が5点ずつを分け合いましたので、やはり想定ポイント一番右側に出ている数字も少し変わってきました。そうですね、まだこのままの数字でいきますと、スコアでいきますと女子ツアー優勝ではあるんですが、その差がぐっと縮まってきました。さて最終組は残り2ホールです。8番ホールはパー4、男子が400ヤード、シニア369ヤード、女子339ヤードというホールです。こうして距離に範囲ではありますが、339ヤードのパー4、偶数ホールは稲見がティーショットを打っていくことになっています。そして、あ、 VTR で出てきましたが、村口さん、もう男子ツアーがティーショットを打ち終えたんですね。はい、右サイドのフェアウェイですね。ちょうど今見えた一本木まで男子ツアーで292ヤード、
シニアツアーであの木まで258ヤードです。1本の木が丸山さん狙い目になってくるんでしょうか。そうですね、男子の選手でしたら一番ティーボックスが後ろなんで、はい、あの木はいい目標になりますよね、はい、ちょうどカメラが引いて左サイドに見えてくるはずです。ティーボックスの前なんでね、ここだとちょっと木より左行かなきゃダメでしょうね、はい。まあ、村口さん、339ヤード、女子にとっては比較的距離の短いパー4ですもんね。かなり短いですね。もうここはバーディー取れんじゃないですか、もうこの女子のチームは。おーっと、左サイドから。ちょうど境目あたりです。そうですね、笑顔でのプレーが続いています。稲見と西郷ペアは最終組第3組、現在5アンダーでその組トップに立っています。全体を見回してもこの5アンダーというのはスコアの上でトップ、素晴らしいゴルフを展開しています。日立スリーツアーズチャンピオンシップ2021終盤に入ってきています。第1組が男子と女子ツアーが同じスコアでフィニッシュしたことで得点を分け合いました。したがって一番右側のこのままのスコアでいくとという想定ポイント、女子ツアーと男子ツアーがわずかに3ポイント差、これはもう本当に分からなくなってきました。ですから大事なのはこの第2組、うん、女子が今男子とシニアをワンストローク差で追いかけてきていますが、まあ、こういうところで一つ取ってくると、そうですね、女子としては有利になってきます。大事ですね、バーディーパット、うん、西村入れた、うん、ここで男子とシニアに並んできました。2000年生まれ21歳の西村優菜、そしてこちらは金谷拓実、ピンまで110ヤード52度です。ちょっと寄せたかったですね。もうここは追い上げるしかないという男子ツアー最終組の状況です。さあ変わってシニアツアーです。95ヤード54度です。一番右手前がまっすぐなストレートラインになりますね、つけると。2001年と2003年の賞金王、シニアツアーに入ってもシニアで一勝、伊沢俊光。ちょっと飛んじゃいましたかね。まあ、本当に世界の舞台で共に戦ってきた伊沢選手のこの、ね、50代に入ってのプレーということは丸山さんも本当に、ね、心に来るものあるんじゃないですか。そうですね、まあ、途中伊沢さん40代ちょっと1回、ね、離脱したんで、そこからまたこう気持ちを入れ替えてね、シニアに向けて頑張ってましたから、まあ、そのシニアで、ね、活躍している姿っていうのは、ね、嬉しいですよね。一方今大会最年少です、20歳の西郷真央、73ヤード58度ピタリとつけるか。ここもチャンスにつけました。本当に最終組の2人は隙のないゴルフを見せています。さあ9番です。第2組男子ツアーが森下さんティーショットを打っていきますが、そうですね、右からちょっとアゲンスト気味です。ドライバーも来ました。リュキアにとっては打ちやすいんじゃないですか、右からの風は。ツアーでもドライビングディスタンスは4位、飛距離の出る星野が、ちょっと捕まってるか、どうか、捕まっちゃうとでかいですよね。大きいんですね、うん、まあもう全然距離余っちゃってますよ、多分さらっと打つぐらいな感じじゃないと、はい、
今ちょうど左側に見えたピンまでで今日300ヤードほどですが、ですからあのバンカーで、でも実寸だとこれ289なんじゃないですか。はい、あのピン1エッジまでの距離が270ぐらいということですね。なるほど、はい、今日はピン手前から30ヤードのところに、無風だったら270だったら、はい、エッジまでだったらもうスリーウッドでしょうね、この辺の選手たちは。なるほど、ドライバー持たない、はい、風は森下さんどうなんでしょうか。今ねティーイングエリアの近くにいるんですが、そんなに感じません。うん、もしかしたら井戸木選手はティーアップ低くしましたよ。あ、刻みですか。どういう攻め方をしていくでしょうか。何しろこの組は接戦です。男子ツアーがわずかにワンストロークリード、シニアが2アンダー、女子も2アンダーまでスコアを戻してきました。これで届くんじゃないですか。じゃあドライバーではないですが、すいませんね、レイアップではなくて短めのクラブで274、エッジまでがそう、エッジまで247です。はい、ドキさんのそれはないな、刻みですねこれは。ということは見えている池の右サイド、広いフェアウェイに置いてくるということか。はい、そうですね。あ、ここは男子とは違うマネジメントを見せてきました。はい、寄せて狙ってのシニアツアーになってきます。8番です。最終組木下バーディーパット。わずかに一筋違いました。少しスピードが強かったですかね。まあ、あの女子ツアーまでで考えると4ストロークありますので、ちょっと難しいかもしれませんが、シニアツアーを捉えるとまた得点が分け合う形にもなりますし、男子としては2ストロークリードしているシニアを最終組は捉えていきたい、まずはそんな状況かと思います。さあ森下さん、女子ツアー映ってきましたが、原ですが、ね、ドライバーですね。お、風はほとんど今ありません。あのこのホールのティーショットのために、あの奇数ホールでティーショットというのは原にしたそうです。はい、さあ女子選手も余ってるんじゃないですか、これ距離ドライバーだと大きい可能性もあるかもしれないですよね。キャリーできたらエッジまでで227、どよめくギャラリー我慢という声、もうしっかり振ってドライバー届いた。何かここも余裕を持って同じ面に乗せた、うん、女子ツアーイーグルチャンス。男子が左のバンカー、女子がイーグルチャンス、その差は1ストローク、女子が追いかける。第2組面白くなってきました。そして第3組です。篠崎のバーディートライ、そんなに切れないと思います。最後まで見えませんでしたね。ちょうど篠崎選手の背中に隠れた形でしたが、今ボール映ってきましたが、ここはバーディーとはいきませんでした。篠ちゃんのリアクションがおじさんっぽくてよかったですよ、うん、シニアツアーの賞金王。さあ何か一点引き締まった表情に変わりました。これ入れたらもうほぼこのチームは決まりでしょうね。うん、ほとんど切れないと思いますね、上りのライン。カップは結構フックに傾いているように見えますけど、あんまり切れないですね。読み切った、素晴らしい。8番でもバーディー、なんと稲見西郷で6つ目のバーディーです。このバーディーはちょっと詰めたって感じがしますよね。すごいですね、はい、ショットメーカーと言われてますが、この人実は平均パットシーズンで2位なんですよね。素晴らしい。まあ、それあれだけ優勝するんですから、平均パット上じゃなかったら無理ですよね。そして男子の金谷、この組は唯一女子がバーディー、9番距離の短いパー4でどんな形になっていくでしょうか。このセカンドステージのプレーをハイライトでご紹介します。まず第1組、勝みなみ小祝さくらペアです。
まあ、この組は女子ツアーがリードをしていったという展開でしたが、最初の1番でこの距離ベタピンに小祝がつけて勝つのバーディーパット決めて、男子ツアーは追いかけていく状況だったんですが、2ストローク追いかけてチャン・キム最後の9番パー4で1オン成功。そして大槻がこのイーグルパットを沈めて、女子ツアーは結果的に9番はパー、最後の最後追いついて得点を分け合いました。続いて第2組です。映ってきたのはシニアツアーの田村、4番はこの距離のバーディーパットを沈めました。5番ホール男子ツアー実は大きなトラブルがありました、まあ、丸山さん、ボギーでしのいでいくのか、はい、あるいはこの5番で勝負をするかというような選択勝負をしました。このバーディーは大きかったですよね。今映ってきたのが実は隣の6番ホールから打っていったというようなショットでした。戻して3オン、そしてバーディーパット沈めてパー5でバーディー。振り返ればあの一打が大きな一打となっている第2組です。そしてこちらが第3組最終組です。あ、こちらが先ほど村口さんのリポートにあった西郷が奥に、まあ、外して、ただこのバーディーパットを沈めてのバーディーからの圧巻、5連続バーディーもありました。男子ツアーは5番、まあ、金谷のバンカーショットなどもあって随所に技を見せてはいますが、ただこの組では女子ツアー稲見西郷が圧巻のゴルフを見せています。さて第2組は井戸木がフェアウェイに置いて田村のセカンドショット、ここで井戸木がバーディーならば見事なマネジメント、作戦成功ということにもなります。その9番のティーイングエリアに稲見西郷がやってきています。まあ、ここは村口さんですから、グリーンが開くまで待つということにもちろんなりますね。そうですね、やっぱり今風が結構もう落ち着いて吹いていませんからね、狙ってくると思いますね。第2組がどういう、女子とシニアが並んでますが、女子がもし仮に3位になるということになると、たちまち逆転ということになってきますね、うん、さあ男子はこれが第セカンドと出てますが、大きな一打です。2打、素晴らしいバンカーショットを見せました。やりましたね。星野がワンオンならず、しかし稲森ピタリとつけた。あれをこれからイーグルパット打っていく西村も近くで見てるわけですもんね。そうですね、ちょうどその様子を村口さん、ここからグリーンの様子というのは見えてるんですかね、最終組は。はい、見えてますね。でもなんとなく皆さんドライバーを持って少し気持ちそわそわしてる感じにも見えますね。さあ稲見西郷を見つめる中で、これから西村はイーグルパットです。レギュラーツアーがピタッときましたからね、はい、これ入れないと追いつけないでしょうね。うん、おそらく男子ツアーがバーディーを取ってくるはずです。となってくるとトップに並ぶためにはこのイーグル必須か。来たか、読み切ったか。いいパットでしたけどね。いやー、惜しくも右を抜けていきました。小橋や原が乗せて西村のイーグルパットでした。シニアツアーがこれからバーディーパット、これも一応ね、はい、入れておいたら、あ、そうですね、これ逆に外すと女子と順位が入れ替わると言いましょうか。そうですね、女子がいいですね。これをちゃんと入れて、もしかしてなんてのもあるかもしれないですよね。意外と大事です。男子と女子が次のパットを入れてくることを想定するならば、はい、シニアはこれを決めなければ2位タイは守れないというパットになります。さあ井戸木、比較的
読みやすい方向だと思いますけどね、この方向は。今大会最年長60歳。あっと、これはミスパットだ。ここはすみませんとおどけた表情を見せた井戸木浩輝です。有観客で行われている今大会です。ギャラリーを沸かせるプレーも随所に見せながら、まあ、こうして丸山さんそれぞれのツアー同士でサイン交換という光景もあるんです ね記念に、撮っとくんじゃないですかね。意外とこういうのは例えば自分の大事な自分のコンペだったりするときに商品出すとめちゃくちゃ喜ばれたりする。あ、はい、それはでも貴重ですもんね、はい、あさあ、まあ、このあと女子がバーディーパットを沈めるかどうかというのはまだ分かりませんし、うん、絶対に決めたいパーパット。あっとこの9番に残念ながらシニアツアーはボギーという結果になりました。したがってトータルのスコアは1アンダーです。まさかのでした ねまさかの3パット。ここは悔しい結果になりました。さあこれで男子ツアーが先にバーディーパットですね、うん、これはもう丸山さん絶対に決めなければならないバーディーパットですね。これはもう本当に油断を1ミリも許されないです。決めてトップで終えれば第2組男子ツアー6点、女子が4点、シニアが2点という結果になります。もし男子がこれを外せば女子と5点ずつを分け合うというような形にもなってくる。東京オリンピック日本代表星野陸也バーディーパット。危なげなく沈めました。連続バーディー。男子は4アンダーでこの第2組フィニッシュしています。ですからこの第2組男子の1位は確定となりました。もう最終組が女子がもうほぼほぼ勝ちなんで、はい、女子が勝つ。男子とシニアがもし得点を分け合ったりするとどうなってくるでしょうか。これで、獲得ポイントは男子が6点、女子が4点、シニアが2点。足すと今獲得ポイント18点で並んだ、うん、このままいけば女子ツアーが逃げ切り優勝。そうですよね。9番で大きなトラブルがなければというような状況にもなってきました。まあ、ほぼほぼないでしょうね。うん、勝ちに行くならもうそれこそ女子は1オン狙わなくていいですよね、はい、そうですね、はい、それだけにこだわるならば、はい、さあ9番最終ホール勝負が決まるホールです。グリーンのエッジまでで行きますと男子が269、シニアが247、女子が227。あ、金谷ですね。金谷は本当普通に振ればちょうどいいんじゃないですか。最後の最後まで逆転の優勝を狙う男子ツアーと。これはバンカーか。あ、バンカーですね。バンカーですね。はい、球が上がりすぎちゃったかな。池がえぐられるようにせり出していて、その先にバンカーがあります。まあ女子が逃げ切るためにはあの池には捕まらないことが条件にはなってきそうです。シニアツアーは伊沢利光のティーショット。これイーグルありますからね。そうですよね、はい。ちょっと右、ここはワンオンを積極果敢に狙ってきたシニア。
今度は右のバンカーです。伊沢さんの距離だと、はい、やっぱオーバーがあれだったんでちょっと左からフェードでと思ったんでしょうね。あ、もう見てください、西郷選手刻みですよ。もう最初からも出してました、ね、勝ちにいってますね。池を避けてここはアイアンで、はい、7番アイアン出しました。うん、しっかりと刻んでフェアウェイ右サイドをキープということは、この後、まあ、最後に賞金女王銀メダリストのショットメーカーのその一打が見られるということにもなってきます。女子ツアー連覇へ向けて余裕を持ってセカンド地点へと向かっていきます。賞金女王そして銀メダリストの稲見萌寧がその年間の通しての活躍の通りのプレーを今日は見せています。通常のツアーだとこれはダメだとかあれはダメだとか不安要素ばっかりが浮かんでくるんだけれども、今回はチャレンジングにアグレッシブにできるから本当にワクワク感の方が大きいというふうに話してました、ね、なるほど。それは丸山さん、オリンピックの時もそういうモチベーション精神状態だったっていう彼女話してましたね。なるほど、普通のトーナメントとオリンピックそんなに違うもんなんですかね。予選落ちがなかったりこの上位だけを狙っていくっていう気持ちになれるというようなところもあるのかもしれませんし、その稲見の素晴らしいショットが出ました。素晴らしいですね。パーオン率ナンバーワン女子ツアー最高のヒットメーカーです。村口さん、今の一打どうでしょうか。いや、シーズンが終わっても全くシーズン中と変わらないですね。いい音してましたよね、今ピッチングだったんですけども、はい、もうグリーンサイドでね、勝つ南選手が優勝スピーチの練習始めました。最後も素晴らしい、まさに稲見萌寧を象徴するかのようなショットを見せました。なんか本当にワクワクしながら楽しみながら回ってきたというような稲見萌寧です。こうしたギャラリーの拍手に迎えられるというのもなかなかシーズンを通して村口さん経験のなかったことですし、有観客で行われる今大会ですね。そうですね、やっぱりこうやっぱりギャラリーの方がいるとやっぱり選手も違いますよね。うん、オリンピックも無観客で行われましたし、何か本当に丸山さん、こうしてギャラリーが集まってくださるというありがたみ、貴重というね、そうした経験をした1年にもなりましたね。そうですね、もう、僕らはそういう経験をちょっとしたことがなかったんで、丸山さんの現役の時に、はい、うん、こうやってね、放送席で話してるのを見てるだけですから、うん、あれですけども、やってる、ね、選手たちはやはりファンの皆さんがね、目の前で拍手をくれるのは嬉しいですよね。さて、ここは男子ツアー木下バンカーショットです。ちょっとダフっちゃいましたね。力尽きたと。40ヤードほどありましたね。力尽きた感じしましたけど。この木下にとってもプロ9年目で初めてメジャータイトル初優勝があって、そこから2週連続の優勝もありました。来シーズンも大いに期待がかかる一人です。そしてシニアツアーは逆サイドのバンカーから篠崎が打っていきます。25ヤードほどですかね。ちょっとカップに向かっては少し下りが入ると思います。ちょっと意識しすぎちゃったですね。3団体の会長も見つめています。男子の青木会長、シニアの倉本会長、女子の小林会長、こうして稲見の笑顔も見られていますが、まあ、大会においては絶対に負けたくないというような話もしてましたし、村口さん、本当にこうね、和やかな雰囲気ではありますけれども、本当に勝負は真剣そのものっていう感じでしたね。そうですね、特にこの最終組の女子この2人、稲見選手、西郷選手は
ぱり勝負負けたくないって感じは感じますよね、見てて。そうですよね。やっぱり最後の攻めなんかはそうですよね、はい、勝ちに徹底したというマネジメントを見せた女子ツアーです。さあ金谷拓実バーディーパット、最後は丸山さん沈めて終わりになったでしょうね。そうですね、いいパット打ってるんですけどね。ただ金谷にしても木下にしても丸山さん、世界に打って出るような日本代表プレーヤーになってきます ね、 そうですね、まあ、今年その木下にしても大きな飛躍をしたので、はい、来年以降のやっぱりこう自分できっちり気を引き締めて、はい、やはり今木下はまた大きな目標に向かって頑張ってもらいたい、はい、まあ、金谷に関してはね、ワールドランキングやっぱり50位内を当面の目標としてたわけで今入ってますから、はい、やはりそこを何年維持できるかってことがね、世界のトッププレーヤーと肩を並べることだと思いますんで、やっぱりワールドランキングの50位内っていうのは一つ大きな目標に、ね、していってほしいですね、はい、さあそしてシニアツアー伊沢俊光バーディーパット、ここは悔しいバーディーパットになったか。最後はシニアの賞金王篠崎がパーパットを沈めてフィニッシュしました。そしてあと残すは女子ツアーだけという形に変わりました。2年間を通して52試合の戦いを続けてきた女子ツアーです。今年最後の戦い、賞金女王稲見が見守る中で大会最年少20歳の西郷真央がバーディーパットを打っていきます。その52試合フル出場も果たした小祝さくらもグリーンサイドで待ち受けています。はい、これ決めてもらいたいですね。決めて終わった。大きなガッツポーズも飛び出しました。なんと稲見西郷ペア7バーディー、すごいですね。圧巻のゴルフでした。うん、やっぱりこう、ホールに7バーディーは本当すごいですよね。文句なしのゴルフを見せた稲見西郷ペア。そしてこれで女子ツアーは見事な連覇達成、6度目の優勝を飾っています。素晴らしいゴルフを見せました。銀メダリスト、賞金女王、稲見萌寧、まさにその強さを象徴する、証明する一日でした。さあこの西郷が最後沈めて終わりましたが、村口さん、すごいゴルフ、はい、すごい一日でしたね。いや本当にもうセブンアンダーすごい。でもなんか見ててあまりにも簡単なので、えっていう感じですよね。終わってみると一つのボールを2人で交互に打っていくというこのルールの中で、再三丸山さんはすごいとおっしゃってましたけれど、いやすごいですよ。どのあたりに凄みを一番感じますか。まあやっぱバランスですよね。やはりティーショットもセカンドショットも本当にバランスのいいショットを打ち続けていくことが大事 で、はい、で最後の締めがお互いに上手なんで、はい、ね、もうこれはもう何もないでしょう。いや、もうちょっと長くしないとこれ絶対勝てませんよ、なるほど、はい、距離のハンデの差を、はい、これだけうまかったら。そうですね、はい、随所にうまさがキラリと光ったこの2人です。あ、小林浩美会長もこうして迎え入れています。女子ツアーがそしてこう何かチーム一丸というような感じが、森下さん、小祝選手であったり勝選手もね待ち受けてましたけれども、どんな風に見てましたか。ああ、これからちょうど森下さんがインタビューをしてくれるということで、その準備に向かっているところかもしれません。改めてこちらが最終結果です。第1組、第2組、3組、黄色く塗られている選手たちがそれぞれその組で勝った選手たちです。総合の獲得ポイントは女子ツアーが24ポイント、男子が20ポイント、シニアが10ポイントとなりました。見事に女子ツアー JLPGA ツアーが6度目の優勝、
前回大会に続いて連覇を達成しています。表彰式です。優勝チームの JLPGA 女子ツアーには JGTO 青木勲会長、 PGA 倉本雅弘会長、 JLPGA 小林弘美会長より優勝トロフィーが贈呈されます。また JLPGA 女子ツアーには日立製作所執行役社長兼 COO 小島啓司より賞金の目録が贈呈されます。今大会の MVP に輝きました西郷真央選手には特別協賛社日立グループより MVP トロフィーと副賞が贈られます。ご提案をお願いいたします。今大会では入場料収入の一部や選手獲得賞金の 20% がご覧の団体を通じて寄付されます。 JLPGA チーム MVP の西郷真央選手に来ていただきました。おめでとうございました。ありがとうございます。まあ、前半ですごくいいプレーができたので、まあ、後半はもうジュニアの頃から知ってる稲見さんと一緒にペアを組めたのですごく楽しかったです。初出場で LPGA 連覇を果たしましたけども、どうでしたか？まあ、今日本当に足を引っ張らないように頑張ろうっていうふうに思っていたので、まあ、少しでも本当貢献できてよかったかなと思います。もう手つけないぐらいぶっちぎりで勝ちたいっていうふうに思ってたので、うまくいってよかったです。今年たくさんの経験をさせてもらえたので、その経験を生かしてこれからも頑張っていきたいなと思います。大会の結果は女子ツアーが連覇を達成、2位が男子、3位がシニアツアーという結果になりました。